ュピーゲルアイ実況プレイ始めていきたいと思います。ドイツ語で鏡と私みたいな意味らしいですね。つなげると目玉焼きみたいな意味になるらしいですね。サイコアドベンチャーゲームらしいですね。夏なんでちょっと怖めのゲームやろうと思って、いい感じのゲームを見つけたんでやっていきたいと思います。とても素敵な作品らしいですね。やっていきましょう。うわ、怖っ。立ち上がってこっち来たの？あなたは誰？今立ち上がってこっち来たよね。そこ、絵描いて、絵っつうか、なんか落書きしてたのに。あ、僕の名前はね、僕はハオでやってるんで、ハオです。ハオ？それ本当にあなたの名前なの？本当に？あ、本当だよ。そう、ハオ。ハオ、喋ってはダメ。あなたの声は録音されてる。マジ？俺の声録音されてんの？確かに今録音してるけどね。振り向いてはいけない。あなたは監視されてる。ふふ。冗談だよ。なんだ、冗談かよ。多分ね。多分？どっちなの？教えて。そしてここがあなたの部屋があるとよ。あとはさっき院長先生が説明した通りだから。わからないことがあったら同じ棟の子に聞いてね。今呼びに行ってくるわ。ここで少し待っててね。はーい。ここで待ってればいいの。うわ。なんもなかった。うわ、男は何？私可愛い。なるほど。なんだこれ。精神的な病気の人かなんかな。あ、なんか、ハート、スペード、ダイヤ、クローバー、ニワトリみたいな魚。B とか。5とか4、2、3、7、6とか、めっちゃ数字とかも書いてあるな。アイテムってなんだろう。あ、なんも持ってない。オッケー。セーブできないのかよ。てんてんてん。うわ、私。私の姿が映ってる。うわ。大きな鏡でしょ。なんだ。友達か。鏡はね、もう一つの世界に繋がってるんだよ。そうなの？って言ったら信じる。ああ、信じる、信じる。本当？本当だよ。だって友達でしょ、私たち。あなたが愛でしょ？話は聞いてるよ。あ、そうなの？初対面？はじめまして。私はフロイ。今日から同じ棟で暮らすの。よろしくね、よろしくね。細かいことは後で話すから。まずは愛の部屋に案内するね。あ、でもちょっと待って。メイドの人にここで待っててって言われてんだよね。あ、部屋の鍵はテューマに預けてるんだった。この塔にいるのは私とテューマって子だけなの。愛の部屋の鍵はテューマが持ってるんだ。多分今は温室にいるかな。行こう。階段上がったところにあるから。あ、そうなの？大丈夫。愛が迷子にならないように壁にメモ貼っといたんだから。優しい。ありがとう。あ、なに？そっちじゃないよ。こっちじゃないんだ。でもメイドの子にさ、メイドの子っていうかメイドの女の人にここで待っててって言われたんだけど。そっちじゃないんだ。どこ行けばいいんだろう。愛の部屋。愛の部屋？ここは。鍵がかかってる。あ、そうだよね。鍵今から取りに行くんだもんね。これは？陶器のティーポットとカップがある。なんだここは。どこ行けばいいの？開かないよ。開かないよってここに書いてあることある？ドアノブがついてない。最近までずっと使ってなかったからこんな感じの部屋ばっかりだよ。そうなんだ。ここは？あー、なるほどね。ここに繋がってんだ。こっちは？お、誰かいる。こら、テューマ。花は食べ物じゃないって言ってるでしょ。花食べてんの、お前。誰？昨日話したでしょ。今日から新しい子が入ってくるって。愛って言うなよ。私たちと同じ塔なの。愛。はじめましてよろしくね。どっちでもいいな。はじめましてかな。愛。愛しか言ってこない。愛、私の名前を返事みたいに使ってない？ティウマ、さっき渡した愛の部屋の鍵貸して。あ、もしかしてなくしちゃったの？どっか行った。もう、最後に見た場所はどこ？絵がいっぱいあるところ。下の部屋だね。しょうがない。探そう。はい、ごめんね。聞いたばかりで悪いんだけど、一瞬探してくれる？あ、いいよ、行こうよ。楽しそう。探すついでにいろいろ教えてあげるよ。ありがとう。ここは何の部屋？温室って何？植物いっぱい育ててたりすんの？あ、でもあんま調べられたりはしないんだね。オッケーオッケー。じゃあ、行ってみるか。セーブできないってめっちゃ下の階って言ってたっけ？こっちなのかな？あ、入れる。あ、ちょっと待てよ。って考えるとこっちが先に行きたくもなるよね。こっちは何があんの？何？
選択肢について、キャンセルキーを使うことで表示されているものとは別の選択を行うことができる。ただしキャンセルすることができない選択肢も存在します。あれ、こんなの書いたっけ。まあいっか。どういうこと？選択肢について、キャンセルキーを使うことで表示されているものとは別の選択を行うことができる。あ、そういうこと？だからよくゲームであるはいしか選べないところとかも、選択肢のはいって出てるけど X を押すことによっていいえって言えたりするってことか。すごいゲームだね。すごいシステムだね。ここの部屋の鍵見つからないの。窓を覗いては真っ暗で何も見えないし、何の部屋なんだろう。何の部屋なんだろうね。テューマ。あ、テューマって書いてあるね。かわいい。あ、ウサギ飼ってんの？柵にはナンバーロックが取り付けられている。カニーちゃん。ウサギってもっとおとなしい生き物だと思ってたんだけど。は、あー、乱暴なの？凶暴なの？ノートの端に落書きがある。柵のパスワードはクローバー、スペード、ダイヤ、ハート。ほう、これか？クローバーとはゆえだよね。とはいえわかんないね。ハート、スペード、ダイヤ、クローバー。まあよくわかんないけど、まだやんなくて良さそうだな。ウサギは何もしようがないか。こっちは？フロイ。フロイの部屋か。あ、だいぶ大人っぽい。レコードが流れてる。盤面には、デンドロイトと書かれてる。なんだろう。読み方合ってんのかも心配だわ。だいぶ大人っぽい家住んでるな。家つが部屋住んでるのはフロイちゃん。大人なんだ。まあ、一階って言ってたし、一階行こうか。一階。メイドの人は、ここで待っててって言われてるんだけど。いいの？待ってなくて。ショコ。ショコか。入れるかな。扉が何かに引っかかっている。あれ？鍵かかってないはずなのに。え、メイドの人閉じ込められてる。これ何？記録する？あ、ありがてえ。セーブだ。そして可愛い。こっちは？ギャラリー。あー、絵がいっぱい描いてある、あ、置いてある場所はここか。じゃあちょっと探索するか、先に。わ、広いね。だいぶ。食堂。入れんの？あ、入れるんだ。カチカチ音が鳴ってんな。爆弾でも仕掛けられてんのか。時計の針は1時を指してる。あ、今1時なのか。オーケーオーケー。あ、セーブ？料理のレシピが書かれている。セーブと同じシステムじゃない？鍋にはシチューが入ってる。あ、やった。今日シチューなんだ。あら、その子が今日入ってきたか？案内してあげてるのね。うん。今日おやつある？もちろんですよ。やった！かわいい。テューマちゃんかわいい。BGM も軽快でだいぶいいよね。まあ、サイコアドベンチャー。操作方法。ああ、なるほどね。オーケーオーケーオーケー。なんとなくわかる。驚いてんな、キャラクターが。多分僕に教えてくれてるんですよね、ゲームが。時計の針を、は1時を指している。1時、あ、そっか、ここでセーブできねえんだった。セーブしたくてしょうがないわ。まあ、とりあえずセーブするか。ギャラリー。入ってみよう。絵のある部屋ってここのこと？うん。じゃあみんなで手分けして探そう。見つからない。本当にどこに行っちゃったんだろう。妖精が持ってった。もうバカなこと言ってないでちゃんと探してよ。うわ、何？こっちに来て。どっち？ていうま、今何か言った？ああ、ごめん。気のせいだったみたい。え、何？なんか言ってただろ。こっちに来てって言ってたよ、今。誰かが。何これ。虚無。こんな虚無飾られてることある。何にもやりたくなかったの。供物を捧げよ。え？虚無。え？あいつだけ仲間勢だな。なくしたものや忘れたことは向こうへ行っちゃうんだよ。向こう。どこ行くの？あのね、鏡の。ていうま。絵本の話してないで、ちゃんと探すの。う、あーでもなんか鏡の世界と現実の世界行き来するゲームって、うわ、何？聞いたけど。え、何？え、何？怖っ。そうなんだ。うん、赤いチョークでね、赤いチョーク。ていうま、絵本、あー、同じこと言ってる。少女の左手、黒い絵の具で塗りつぶされている。
どうしたの？何か聞きたい？あ、テューマって。テューマ、テューマで。見た通りの子だよ。面白い子でしょ。面白いね。今んとこ好きだね。めちゃくちゃ。この場所は？ここって孤児になる前は古いお屋敷だったんだって。こっちは文館で、本館は院長先生がいるところね。本館の方が人がいっぱいになったから。つい最近こっちに移ってきたんだ。そうなんだ。どんな鍵？持ち手がバラの形なんだよ。変わった形だからすぐ見つかると思ったんだけど、さっきの花の部屋とかにあったりしないの？セーブしとこ。さっき気づいたんですけど、これまだ今ゲーム始めて全然時間経ってないんですけど、タイトル画面のところずっと名前入れるところで放置しちゃってたんで、割と時間なってますね。お気になさらず。あ、一人だったらなんか変わんのかな？会話。この塔は最近まで使われてなかったの。だからそこら中埃だらけで。なんかね、ちょっとキーボードの調子悪くてね、ハオって名前打つのにすごい時間かかっちゃったんですよね。変なアップデートみたいにしちゃったからかな。どうでもいいんだけど、ここ入れたりすんの？てかメイドの、何？いや何？演出おしゃれだな。ちょっと怖いこと起こるやん。一回戻っていい？うわ、何戻れないの？何これ？邪魔されてるわ。誰かが殺されたの？赤い粉がついてる。こっちなの？うわ、何何何？ずっと怖い、ずっと怖い。何すればいいのかわかんないよ。あ、オッケーオッケー。鏡の方行けってことね。行きたくないよ。見たくないよ、鏡。うわ。何何何？ついに鏡の世界に来たのか。あ、元の世界には戻れる。はあ、なるほど、なるほど。じゃあ一回ちょっと鏡の世界から出てセーブとかできる？あ、できそうだな。始まった、このゲーム。でもホラーではないらしいんですよ。演出ちょっと怖かったけど、ホラーではない。あるところに迷子の少女がいました。少女は迷子だったので、自分がどこにいるのかわかりません。今の私みたい。鏡文字になっていて読めない。あー、鏡のとこ持ってけば？同じようなこと書かれてる。何この世界。え、何これ。鍵はかかってないのになぜか扉が開かない。え、追いかけられたりします？何これ。2801。あ、メモ。かわいい絵ですね。2801。あー、ちょっと待てよ。10852801だけど、これ鏡に映すと、1085とかになるってこと？ 1085 の可能性もあるわけだ。8って便利な風に使われるもんね、よく。これ何？あ、芸術的。あ、芸術的。中央が黒い絵の具で塗りつぶされてる。絵の具はまだ乾いてないようだ。乾いてないの？塗りつぶされた左手みたいなやつ。これは？記録する。あ、記録ここでしてくれんの？ありがとう。黄色いバラが書かれてる。あー、これもなんか謎解きっぽいな。なんか虚無って書いてあったよね、向こうでは。でも鏡だから、鏡ってことを忘れないようにだよね。オレンジ色のバラが書かれてる。オレンジで、これ青かな。藍色、藍色？オッケー。ここ虚無だ。キャンバスの闇が広がってる。あ、だからここに供物を捧げればいいんだ。こっちが青だ。赤いバラとかないんだ。まあ行ってみるか。なんか怖いっていうよりか芸術的な感じがして。あ、行けなくなってんだ。わかりやすく。オッケーオッケー。じゃあ階段登れたりする？うわ、何これ。ちょっと目に悪いな。あ、鍵じゃない？あれ。あれ鍵じゃない？取れ。トゲが邪魔で手が届きそうない。茨のカゴの中に鍵が見える。オッケー。なんとかしなきゃだ。すげえ。あ、記録できんの？鼻で記録できんの？鼻で記録できんだ。なるほど。難しい。鍵がかかっていないのになぜか扉が開かない。ほう。開かないとこ多いな。あー、なるほどね。あー、なんか誰か退屈だわ。喋ってんの？鏡だから部屋の感じとかも
真逆になってんだ。あ、結局行けないな。ってことはどこに行けばいいのこれ。今んとこよくわかんないよ。でも行ける場所全部行ったから、まあ戻るか。こっちの方がいいよ、BGM も。ああ、よかった。お前らは生きてるか。美味しそう。アイもお腹すいた？うん。これあげる。赤いバラもらった。フロイには内緒ね。お前本当に植物食ってんの？捧げる。とても綺麗なシンクのバラ。持つとトゲが少し痛い。ああ、ありがとう。そんだけか。じゃあ持ってくんだな、鏡の中に。どうしたの？何か聞きたい？ああ、特に。ごめんね、来たばかりなのに手伝わしちゃった。ああ、いいけど。外来てほしいな。鏡のところがさ、血だらけになってるよ。ここが。めちゃくちゃ。まあ、とりあえず入って、バラを、やってみるか。あ、かわいい、こっち側の愛ちゃん。赤いバラを捧げる、捧げよう。赤いバラを絵の中に投げ入れた。絵から何かが吐き出された。どういうシステム？バラの鍵を拾った。ああ、やった。ありがとうね。じゃあ戻るわ、私。ああ、ちょっと待って。一応見といた方がよかったりする？これ。ああ、関係ねえんだ。オッケーオッケー。私、鏡の中の方が可愛いな。鏡ってなんか自然と自分がかっこよく映るようになってるらしいね。脳がなんか錯覚を起こして。だから鏡ではあれかっこいいと思ったとしても、写真撮ると微妙だったりするのはそういうことらしいんですよ。うん。鍵見つかったよ。美味しそう。え、鍵見つかったよ。鍵見つかったよ。いいの？私だけで行けってこと？なんか血みたいな感じあって嫌なんだけど、行きたくないんだけど一人で。バラの鍵を使って扉を開けた。鍵が鍵穴に引っかかって抜けなくなってしまった。最悪だよ。じゃあもう誰でも入ってこれるようなシステムになっちゃうよ。引き出しの隙間にメモが挟まってる。暗証番号クローゼット左利きの少女。どういうこと？クローゼット？え？どういうこと？え？どういうこと？あ、さっきの少女か。だから2801か。でも結局1085っぽいよね。1085入れていい？あ、ロック外れた。やった。ここ何が入ってんの？何ここ？白いドレスが埃をかぶってる。あ、ドレスに着替えれたりすんの？何ここの空間。何もできないんだけど。鍵開けたのに。調べられたりする？え、何もないの？音楽流したいんだけど。え、どうすればいいの？まあ、あの子たちに伝えてくる。あ、ちょっと待って、これ、私の部屋の鍵開いたから鏡の世界でもさ、行けたりすんの？行けるようになってたりする？あ、入れる。セーブこれ。ミス・シュレーゲル、事故にあって味の神経切り取った。それからというもの、ミス・シュレーゲル。何を食べても砂の味。ミセス・シュレーゲル。あ、結婚したの？大好きだった、ミネストローネの懐かしい味を思い出す。そして死ぬまで何を食べてもミネストローネの味がした。何食ってんのこれ。え、怖っ。何食ってんの？お前がシュレーゲルさん？本物そっくりの人形が立ってる。本当に人形？目、まばたきしてるよ。わっ！あ、ごめんなさい。外から誰かが来るなんて、ずいぶん久しぶりだったから。あなたは誰？あなたの名前は？何この微妙なニュアンスの違いでエンディング分岐したりすんの？あなたの名前は？名前？名前っていうのはお前がなんて呼ばれていたかってことだな。あ、隣のダチョウみたいなやつが話してんの？名前は、トルソ。私のことはトルソって呼んで、あ、お前トルソなの。あなたの名前は？あ、私はアイ。あー！罰を押すこともできたってことだね。アイって言わないってこともできたんだもん。アイね、わかった。まあ、いっか。一周目は。あ、そうだわ。アイ、この本読める？
はい、いえ、まだ見てないと。まあ、読もうか。鏡文字になっていて読めない。そう、あいま読めないの。私、この本が読めるようになりたいの。でも、ここでは誰も文字が読めなくて。ねえ、あい、お願い。私を外に連れてって。ああ、いいよ。別に。本当にありがとう。ありがとうって、お前、その足でどうやって歩くつもりだ。あ、そうだわ。え、俺の足大事に使えよ。っていうか、後で返せよ。わかってるわ。あ、よかったよかった。こいつを殺して足を奪い取ったのかと思った。じゃあよろしくね、アイ。あ、よろしく。仲間になったのか。お前だ、いいの、それで。なんだっていいから、足の代わりになりそうなもの見つけたら持ってこいよ。あ、お前いいやつだな、ただ単に。普通怒っちゃいそうだけどね。そういうことさ。おい。俺の足の代わりにそうな、俺の足の代わりになりそうなものあったら持ってこい。わかってるよ。そうしたらお前にやるよ、その足。うん。ああ、なんかいい関係なの、二人。え、出られなくない？これなんか思うことある？ないの？まあ、とりあえず足の代わりになりそうなものあったら持ってきてやるか。あいつなんかいいやつっぽいな。大きな鏡ね。え、そんだけ？移動できないの？私たち。なんで書いてあるのかわからないよ。ああ、な、これも読めないんだ。なんで私読めてんだろう。え、な、この絵なんだか懐かしい気がする。そうなの？これは？下には何か書いてあったのかしら。でも直接触ったら手が汚れてしまうわ。ああ、そういうことね。ヒント教えてくれんだ。記録する？ああ、別にしなくてもいいけど、まあ、しとくか一応。セーブはいっぱいしとくに越したことないもん。月、夜の月と同じ色ね。夜じゃない時の月は色が違うらしいけど、本当かしら？オレンジ色のバラが描かれている。オレンジ色は太陽の色なんですって。藍色のバラが描かれている。夜の空と同じ色ね。夜以外の空は見たことはないけど、夜の世界なのか、ここは。赤いバラ。これは知ってるわ。私の髪にもついてるもの。それ赤なの？青いバラ。初めて見る色だわ。これは何て呼ぶのかしら。青だよ。多分。ここ入れたりする？開かないんだ。こっちとか行けるようになってんの？あ、なってんの？これ何？あー、調べられたりしないんだ。お、なんか。あー、ちょっと待って。壁に窓とドアノブがついている。窓の中は暗くて何も見えない。中に誰かいるみたい。暗くて何も見えないわ。なんか明るい系の何か探すのか。卵が虹色のやつが置いてあるな。鍵がかかってる。ここ食堂か。オッケー。ちょっと怖くなってきたな。ホラーじゃないと言われているのに。上行ってみるか、じゃあ。ここの鍵とか取り方わかる？わかんねえんだ。な、どこ行けばいいんだろう。なんか、私の部屋行く？あ、ここ私じゃないか、こっちか。あ、そっか、私の部屋で見つけたんだっけ。こっちが行けるようになってんの。あ、行けるようになってんだ。わ、なんか新しい。何？誰お前？似たようなやつだな。僕は妖精、キラキラ光る。キラキラ光る、そんな名前なの？妖精だからね。あの、この本読めますか？もちろん読める。妖精だから、妖精推ししてるな、めちゃくちゃ。わかったわかった、お前が妖精なのは十分わかったよ。本当？お願い、私の本の読み方を教えてほしいの。何事もタダでは教えられない。タダでなくてもバカには教えられない。うわ、嫌なやつだな、なんか。バカ？知恵ネズミ食べれば頭も良くなる。バカも治る。知恵ネズミ？知恵ネズミは食べ物。ダイナーで食べる。ダイナーの鍵はトゲのついた鼻の中。ああ、ありがとう。全部教えてくれてるね。鍵取るついでにキャンディーあったら持ってこい。白いドロップいっぱい生えてる、すぐわかる。そうなの？なんか、命令してくるのね、あなた。その妖精の感じで。嫌な子ね。わ、なにこれ。でっかいキリンみたいなやついる。遊園地？なんだここ、入れないのか？なんか誰か捕まってんの？あー、あれか。なんて名前だったっけ？フロイちゃんじゃない方の女の子の部屋かな？だからなんか、
ウサギみたいなのが閉じ込められてんのか。あら、ごきげんよう。こんにちは。あの、私に文字を教えてくれませんか？それはできないわ。だってあなた私の目を見ることができて。目が見えなければ文字を読んであげられないわ。目がないの？またいらっしゃい。あ、そっか、影だから。わ、なに、こっちが行けんの？まあ、行くわ。鍵を取れるとか言ってたな。ドロップってどれ？白いドロップがたくさん落ちてる。これか。一つ持ってこうか。白いドロップを一つポケットに入れた。あ、そんだけ？これ取れんの？あ、鍵ってあれのことかしら。お前大丈夫？私取ってくる。大丈夫？怪我すんなよ。あ、大丈夫な。届かない。もうちょっと。いや、大丈夫か？ん？何か引っかかったみたい。取れた。大丈夫？怪我はないか？取ってきたわ。トゲ刺さってるよって言ってみよう。あら、ほんとだわ。うふふ。はい、どうぞ。ダイナの鍵をもらった。うふふって。うふふで済みます？まあ、ありがとう。でも身を挺して取ってきてくれたみたいなもんなんだもんね。まあ、ダイナ行くか、とりあえず。下だっけ、ダイナって。あれ、どこだっけ、ダイナ。あ、あった、ここだ。ダイナの鍵を使って扉を開けた。なんとかネズミを食うんだよね。あ、なんかメイドがいる。記録する。あ、記録しよう。怖いもん。わあ、なんかキラキラでおしゃれな空間だな。メイドが、鏡の世界にあいつ入ってきちゃったんだ。なんでだろう。どういうことなの？死んじゃったとかなの？あ、でも私は死んでないか。あの、あら、何かしら。知恵ネズミは知ってますか？ええ、もちろん知ってるわ。一匹分けてもらえませんか？残念。知恵ネズミはちょうど切らしているのよ。そう。なんか喋り方変だぞ。ちょうどいいわ。あなたお使い頼まれてくれない？お使い？この先に住んでる天使様に知恵ネズミをもらう約束してたのよ。だから代わりにもらってきてくれない？そしたら一匹分けてもいいわ。わかったわ。それじゃあよろしく。あ、ありがとう。どいてくれんだ。そうそう、天使様以外の住人には関わらない方がいいわよ。あそこ嘘つき悪魔と人間しかいないから。クッククッ、お前もじゃないの？セーブできなくされてるわ。毛皮が自慢のクリネズミ、叩いて伸ばしてガラスの靴に。とても賢い知恵ネズミ、叩いて潰してミネストローネに。あー、レシピか。役に立たない汚いネズミ、排気工事をまっしぐら。うわ、なるほどね。ちょっと残酷だな。赤い何かが煮立っている。うわー、何この世界。記録しよう。あんま誰にも喋っちゃいけないっていう。ここの住人に言おうかね。はい、天使様に。そうかい、天使は上にいるよ。あと天使に会ったら一応伝えてくれないか。なんだ。今日の当番お前だ。当番は住人で毎日交代だからサボんなよってな。頼んだよ。あ、オッケー。気をつけな。天使の他には悪魔と人間しかいないからね。あいつらはみんな嘘つきだ。お前は嘘つきじゃないの？特に人間の方は厄介だ。あいつは本当も嘘も使い分ける。うちには上の階に一人いるんだが、嘘しか言わない悪魔の方がまだマシだ。そうなの？人間ってえぐいんだ。鏡文字になっていて読めない。なんて書いてあるのかしら？あんま喋りかけんな。あ、そういうシステムね。何これ、怖。どなた？あの天使様ですか？そうよ、入ってらっしゃいの。嘘だ嘘だ、絶対嘘だ。あら、入らないの？そういえば上の階の両端に住んでいる方々、嘘つきよ、関わらない方がいいわ。みんな嘘つきか。あ、そういうことか。もしかしてこれ、あれ、嘘ついてるやつをの中から本当を探せっていうゲーム、あの、よくある。ちょっと入ってみていい？上の人、ここに入ろ。本当に入るの？さっき言われたじゃない、嘘ついてるかもしれない。確かめなくていいの？いや、大丈夫だよ。だって、天使って言ってんだもん。悪魔っぽ。いらっしゃい。美味しそうな人間ね。絶対に逃がさないわ。とんでもねえな。